あ、始まりました。すごい気合い入れたスタート。うわすげえ強いな。指やっちゃってるし。指でも鳴らしてスタートの合図を送る。この感じ久々ですよ。始まるよって。お、鳴るみんな。みんな両手鳴るのすごい。私このもう左手オンリーです。しかも、あ、そうね。うん。右も左もいきますよ。すごい。でもこれ以上でかい音は出ない。なんかたまにベチーンみたいな人いるじゃん。いる。響き渡るぐらいのやつね。あれすごいよね。やっぱ小学校の頃とかからやってんのかな、練習を。訓練。うん。でもたまにこれ指パッチンとペン回しの訓練のさ、時期は来るじゃん、みんな。来る来る、絶対来るのよ。あと口笛の訓練の通りますね。みんな通るじゃん、そこの道はさ。そうか、一度は訓練してやるから。ちょっと口笛だけ訓練不足でした。それだけできない。口笛だけね。うん、いいね。もうはい、ということで3月15日、卒業シーズン。にゃちゃんちゃんの中には学校卒業したタイミングの人いるのかな。うん、きっと卒業式は終わってることでしょう。終わってることでしょう。ねえ、そうかそうだよね。もう春休みですもんね。そうね、春休みですよ。みんな早すぎる。あら、どうする。もう言っていい。言っていい。何を。もう3月だよ。あ、言った、やばい。どうする。どうしようもないのよ。毎回これをさ、どうするってなるけど、うん、どうしようもないけど、確かにもう3月も中旬。もう3月も中旬ですよ。あら、そして今日はやることいっぱいだから、あら、先に進もうか。おお、ね、先に進むぞ。今日やることがいっぱいだよ。そうなんだ。それでは始めていきましょう。そこでね、そこのためにね。シャカリキちゃん、シャカシャカ担当高田優希です。シャカリキちゃん、リキリキ担当千本木さやかです。おー、はい、書いてある。今日はもう高田優希さんのお誕生日祝おうという回だと。書いてあるまま読んだ。うわーぞー。時間がないんですよ。そんなにないの。ないんですよ。いつもの感じで言ってたらもう、うん、回されちゃうから手を。早く巻き巻き合図が出ちゃう。そうそうそう、アフタートークになっちゃうから。そうですか、やっぱ本編で盛大に祝わないといけないですからね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回もシャカシャカリキリキ頑張ります。最後までお楽しみください。人生の勝ち組ではなく負け組でもなく、勝負すらしていないリスナーからのお便りです。今回のふつおた導入文はシャカリキネーム山口県はよもすえさんからいただきました。あらなん、どんな気持ちで始めればいいの。いやいや、これはこのメールは勝負してるはず、うん、読んでないから分かんないけど、ね、確かに。シャカリキネームのきやさんからいただきました。ありがとう。ゆきぼんちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、ゆき、お誕生日おめでとうございます。 ありがとう。シャカリキちゃんでお祝いするのは末広がりの8回目ということで、縁起がいいですね。首の皮一枚つながったまま幸せが長く続きますよう願っております。そしてこのめでたい日にゆきのいろいろな誕生〇〇を調べてみました。ほう。まずは誕生花。誕生花。花街道。花街道という花ですね。誕生花が。そんなお花があるんだね。花言葉は恩和、美人の眠り。あら。遠霊。容姿が艶やかで美しいこと。あら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 。花言葉でございますよ。すごいじゃん。で、誕生石は、ローズ、クォーツ。愛を伝える。あ、すごい。愛とか美とかに寄ってますね。そして、誕生色は、薄紅富士。直感力、精神高揚、気高さ、心も体も女性らしい素直な人。あら、すごくない？なんかすごい。この辺まで一貫してるよね。うんうん、思った。で、誕生星。星。星ですね。星。あるの？誕生星とか。ラムダピスキウム。ラムダピスキウム、ラムダピスキウムと。はい、ありがとうございます。信じた道を進む強い個性。おお。で、誕生酒、お酒。お酒も？オータムリーブス。ほう。複雑な問題もシンプルに片付ける名人。ほう。誕生魚。魚。魚？三つ股槍魚。うん。アリバイでっち上げ。いやー。いやいやー。なんかねー。
いやじゃなくてさ、いや出どころのわからないお金で警察だとやってもアリバイでっち上げな誕生魚のおかげで着陸者も安泰ですねよく安泰ですねよくわからないですけれども、確かにね、一人が不祥事を起こしたら終わることでしょう。でも遠霊で、素直に信じた道を突き進む、怪盗ランマな愛の伝道師ユッキーのこれからの1年が素敵で溢れますように。それでは、すごいな、今までのね誕生のこういろいろまとめてくださった一文が出てきましたね。じゃあぜひ記念にこちら、ありがとう、はい、これ持って帰るわ。じゃあ、はい、このね個人情報入りまくりのこれ持って帰るわダメですね、そこだけ切り取ってスタジオに置いてってください。かしこまりました、知れたがますので、はい、ありがとうございます、いろいろ知れた。続いてシャカリキネーム赤べこさんからいただきました。ありがとうございます。ユッキーボンちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、お仕事ラジオマリアリウムでシャカリキちゃんとちゃんちゃんの話が出ました。え、あさこと一緒になると大変なことにとのお言葉をいただきけひょけひょでした。お二人はまたコラボしたい番組ありますか？それでは。けひょけひょって何？けひょ泣き、ね、泣いてるってことだよね。多分そういうことだと思う。うん、そういうことだよね。笑ってるわけじゃないね。そうだよね、泣いてる方だよね、うん。きっと泣いてるんだと思います。あそこと一緒になると大変なことにって言われてるらしいよ。なんだって？そんなこと言われてるのかい？ってか話題に出してくれるということはこう忘れられてないということね。ああ、やっぱ伝説だったんだ。あの3番組のイベントはね。よかった。伝説だった。私たち忘れないからな。置いてかれてもね、忘れないからな、忘れないからな。ラジオネームクラッキンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆきぼんちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃんの素晴らしいパーソナリティユッキーへお誕生日おめでとうございます。ありがとう。今日は特別な日、ユッキーの笑顔がいっぱいの素敵な一日になりますように。ん、番組を通して感じるあなたのパワフルで明るい魅力、本当に大好きです。ぼんちゃんとの掛け合いもシャカリキちゃんの楽しみの一つ。ん、一年の中であなたの笑顔や声に出会えることは本当に幸せなことです。うん、嬉しい。これからもシャカリキちゃんを通してたくさんの笑顔や感動を届けてくれることを楽しみにしています。うん、ユキ、素敵な一年になりますように。うん、ハッピーバースデー。ここまでのメッセージはチャット GPT に考えてもらいました。おーい、お願いした内容は以下の通りです。あ、声優の高田由紀さんと千本木さやかさんがパーソナリティのラジオ番組シャカリキちゃんで高田由紀さんのお誕生日をお祝いするメールを送りたいです。ユキ、ボンちゃん、シャカリキちゃんから始まるお祝いメールを考えてください。パワフルで明るい魅力という言葉が出た時はユッキーのことを本当に知っているのかと思いました。うん、さらに1行目の挨拶を指定しただけで2人の呼び名も自然に使っていてただただ驚くばかりです。確かに AI 技術の進化って本当にすごいですね。あ、僕からもユッキーお誕生日おめでとうございます。ついでやろ最後ついでにおめでとうって言ってるやろ。これはどうしますか、こいつ。クラッキン、クラッキン、どうしてやりますか。クラッキンをクラッシュしてやろうか。おお。やっぱ主賓にやってもらうわけにはいかないですから、はい、私がボンちゃんが手を汚してくれた、はい、手を汚してやらせていただきました。ありがとうございます、はい、すっごいくしゃくしゃになってますすごいね、そんな発達してんだね。すごいね、びっくり、ほんとすごいね。ねえ、本当に感動したもん。さっきのなんか途中合間に入れたこう嬉しいとかありがとう返してほしいぐらいに本気で思っちゃった。本当だよね、うんうん、すごい、まあ、AI にお祝いしてもらったって、うん、あ、そうだね、うん、もう AI に感謝しておこう。 AI ありがとう、 AI に感謝してこう、うん、今後はもう AI と、うん、AI と AI とズブズブ今後は続いてシャカリキネームダイナマイト Q さんからいただきました、はい。こちら高田由紀のやだのコーナーにいただいております、はいはい。ちゃんちゃんから送られてくるお題に高田由紀さんがありかやだかをジャッジしていきます。お題、お仕事ラジオ×マリアリウム番組100回記念特番、今回もシャカリキちゃんの参加はなし。やだー、おー、これは別番組のコーナーですねあれ、これは私がやってるそのダンジョン飯のラジオのコーナーなんですよね。嘘でしょ、普通オタってそんな送っちゃダメみたいななってなかったっけ、シャカリキルールとして。そうだよね、他の番組に使い回せないお便りを送ってくれって言って、何物の見事に全てパクって盗んできて盗んできてやってます。私は嫌だって言わせて恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいし、なんか自分が情けない。反省しなさい反省してもうちょっと
シャカリキでも期待さんからいただきました。ありがとうございます。ゆきぶんちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、ゆきお誕生日おめでとうございます。ありがとう。今年もシャカリキちゃんでお誕生日お祝いできることが本当に嬉しいですね。うん、今ここまでチャット GPT なんじゃないかって思ってるよ。大丈夫ですよ。大丈夫。結構なロングなメールなので。ロングではないですか。さすがに書けないな、はい、これはチャット GPT に、はい、前回の放送で3月の中旬はどんなことをしてきたかチェックしてくださいと言われていたのでちょっと聞いてみました。ほう。お誕生日を盛大にお祝いしたりしなかったりいろんなことをやってましたね。シャカリキちゃんに歴史あり、高田由紀さんにも歴史ありですね。ということで簡単に内容をまとめてみたのでご参考までに。あら、ありがとうございます。2023年、第189回、唐突に高田由紀の体操30歳のトークから始まりあとはだいたい WBC の話をしてたそうだ、その時期だもんね。で、私からは化粧水、番組スタッフから味噌汁、はい、塩レモンせんべい、はい、で飛行機の株主優待券などプレゼントいただきましたね。古今東西では、高田由紀生誕祭30歳なら当たり前ねクイズ。あー、ありましたね。おで、2023年、はい、2022年、うん、あ、遡ってんだ、誕生日の回を。あ、私の誕生日回を。そう、あ、はい、その2022年は163回で、うん、当時のスタジオでの最後の収録。わー、そっか、いろんな種類の、うん、ケーキが登場して、うんうん、ユッキーシャカリキさんの存続を心配する。そうね、確かに多いと心配するよね。ボンちゃんからはラゾクの高田を心配してスナイデルのカーディガンをプレゼント。あ、うんうん、かわいいよねあれ、今も使ってます。あ、本当？うん。ちゃんちゃんからは島村巡礼の徳をプレゼントしてもらう。はいはい。全国制覇の前触れ。うわー、ここが前触れ。はい、番組からはカタログギフトと目覚まし時計。うんうん。ちゃんとしたプレゼントもらってちゃんちゃんには悪いと言い出すユッキー。どういうこと？どういうこと？待って、何が言い出した？何と言い出したの？ちゃんちゃんには悪い。で、古今東西はニコマル大暴れの年の数だけ YGY。 うわー、わかんないですね。ニコマル出てんのかこの回。なんだろう。で、一番最初が2017年の第24回。そっか、24回で24歳を迎える。あら、アラサーに、アラサーに足を突っ込んだと煽られ、まだ足上げたぐらいだと反論するユッキー。誰やばすぎる。いちごが嫌いなユッキーのためにミルクレープケーキが登場。ありがとうございます。そして番組の初のイベント開催を発表。おお、5月13日を3月13日と言い間違えてテンションが下がりまくるボンちゃん。なんだこりゃ。なんだこの過剰書き。言い間違えて下がるな。言い間違えるな、そもそも。はい、歴史ありでございますね。すごいね。いっぱい、ぜひ皆さんも振り返ってみてください。ぜひぜひ振り返ってください。いや、面白かったな、ね。続いて、シャカリキネームカホーさんからいただきました。ありがとうございます。ユッキーボンちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、私は今とてもお腹が空いています。あら、今日の夜ご飯はハンバーグです。うん、頭の中でお腹がグーハンバーグーという CM ソングが流れ始めました。もうダメです。お二人は頭の中で急に CM ソングが流れ出すことはありますか？え、めっちゃ懐かしくない？懐かしい。ねえ、うん、CM ソング流れることある？あるね、結構あるくない？なんかいろんなものを。でも何の瞬間で思い出すか分かんないけど。いや、なんか全然思い浮かばないけど、でもじゃがりこ食べた時とかは、うん、じゃがりこじゃがりことか、あ、そうね、はちょっと思い出すかも。確かに確かに、うん、あとやっぱあのなんだ、いっぱい聞けていっぱい喋られるって、ノバウサギ、はい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 、の CM とかはノバウサギを見かけると思ってた、歌ってたの。はー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 、うん、シールとか持ってたもん小学生の頃。エビセンとか、あ、エビセンじゃなくて、うん、カッパエビセン、カッパエビセン、はいはいはいとかね。カルビー好きね。カルビーに染まっちゃってんのかな。いや、カルビーはいいよ、美味しいもん、ね、美味しいもんね、美味しい。いい CM が多いんだね、そう考えると。耳に残る CM が多い。いいですね。はい、続きまして、シャカリキネームヨーヨーさんからいただきました。ありがとうございます。ゆっきーぼんちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、私は1月にあった全プリキュアライブに行ったのですが、うん、せっかくだから推し活しようと推しのトレカを入れる硬質ケースをデコりました。ほう。そしてこれを作ってる時、シャカリキちゃんのブロマイドで可愛いのいっぱいあるなと思い、去年の12月のシャカリキちゃんイベントのブロマイドでデコ硬質ケースを作りました。ほう。ただの自己満で作ったものですが、写真添付するのでよかったら見てください。縦横兼用、ケース周りのゴールドとブラウンのフリルは手縫い、
右上縦型使いだと右下のバラ2つはリボンを巻いて作りました。大きい茶色のリボンのパーツはケース周りのフリルと同じ色のサテンリボンで作ってます。こちらすごい、かわいい。めちゃくちゃすごくないですか。うわーなんかいいね、チョコレートケーキって感じのデコレーションだ ね。ほんとだね。ちょうどさ、その去年の背景が茶色だったから、それに合わせて茶色のリボンで、しかもフリルもさめっちゃ使ってくれてないリボン、おしゃれ。 1,2,3,3 個4個使ってくれて、かわいい、器用さんだね。あのさ、あの硬質ケースのデコでさ、あのホイップ、生クリームみたいな、そういうのでやるのすごい流行っててさ、それ私もやってみたいなと思ったんだけど、これリボンでね全部多分ボンドとかグルーとかでつけてやってるんだと思うけど、めっちゃすごいね。すごいよ。ぜひねイベントに持ってきて写真撮ってみてください。会場とともに。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。オッケーって出ておりますけれども、はあ、チナどうします、どうします、こちら。あ、まだまだ動いてないからいける。よっしゃ、いけるいける。いついきますか。こちらは、なんだこれは、幼女の気持ちになってみました。コリスのお宿さんからいただいております。2月の日記のコーナー、雪が降ったよ。あ、雪が降った。2月5日月曜日、東京で雪が降ったよ。窓の外を見たら真っ白だったよ。嬉しい気持ちになって外に出たよ。ピカピカ光るライトを2つ持って。公園には誰もいなかったよ。だって吹雪いていたから。ベンチには雪がたくさんあったよ。真っ暗な中、雪に光るライトを差して遊んだよ。とっても寒かったよ。ありがとうございました。はい、ということで普通のお便り、さらに日常生活の中でイライラした瞬間を書いてもらうシャカリキカルタ、現代の鬼が言いそうな冷酷なフレーズ心から募集しています。私たちに本当に心から聞きたい、そんな質問であれば何でも OK。 他の番組に絶対に使い回せないお便り、もしくは今まで書いたことがないお便りをぶつけてください。この時期どの番組でもよく読まれているごく普通のお便りに答えておきましょうのコーナー。今日はシャカリキネーム京安さんが考えてくれました、はい、卒業式に何の曲を歌いましたかという質問です。3月はしばらく卒業周りのお便りが溢れております、はい、卒業のお便りをうまくさばいていたラジオアワード実行委員会の皆さんは4月の頭に結果を報告してください。お願いします。高田は、思い出のアルバムです。ぼっちゃんは、あ、旅立ちの日にです。旅立ちの日にを歌って盛り上がっている番組は今もあるのか検証しましょう。仕上がりきちゃん、お題に2つ答えて2人の答えが見事に一致するかチャレンジしていきます。答えるときはあいうえお順に発表しますよ、はい、2つのお題にチャレンジしていますが、2つ連続で成功したらこのコーナー終わりにしましょう。ああそうだったの、最初の。そうなの。終わるんだって、連続で合わせたら。最初のお題はこちら。あ、着陸ネームウィルさんからいただきました。ありがとうございます。昔流行ったスイーツといえば。なに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 、昔流行ったスイーツ。あーなるほどね。どこからね、昔と言っていいかって感じはありますけど、はんはん。あーどうしよう。まあでも昔だもんね。オッケーオッケー、いいよ。待ってね、私出た。待って鼻の下、何あの鼻の下に指を添える。ちょっと待って、50音がわかんない。50音だ、まず50音に引っかかっている。すごいな、学習でやっててもやっぱ必ず50音で1回つまずくんですね。やっぱ毎週やらなきゃ、毎週やらなきゃつまずいちゃうんだ。そうだよ。あ、よし、オッケー、よし、はい、それでは行きましょう。せーの、ティラミス、ナタデココ。わかるわけないでしょうか。ユキは、いや私は、ティラミス、はい、ナタデココですね。あー、いいですね。昔のスイーツ、流行ったスイーツ。そして5円チョコとトルコアイス。ちょっとわかんないですね。5円チョコ駄菓子が出てまいりましたけれども、駄菓子がスイーツじゃないですか。チョコですから。はい、しゃがりきネームのきやさんからいただきました。うまい棒の味といえば。うわこれ危ない、これわかんない。ちょっと待って、何をいつも食べてたかがわからない。いや確かにね、でもといえばってやつだもんね。うわこれ難しいな。でもそうじゃない、こうじゃない。うんうん、はい、
いいよ、はい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 、いきますよ、うん、ではいきましょう、せーの、コーンポタージュメンチカツ、明太子ユッキーはコーンポタージュ明太子で、ボンちゃんがコーンポタージュチーズね、チーズね、確かにな、ちょっと出身地の違いが出たかもしれないですね、これ完全に。え、ほんと明太子ですもん。明太子ってめっちゃ人気じゃん、今プレミアムとか出てんだよ。え、そう、プレミアムチーズはないけどプレミアム明太子はある。そうなの。そうそう、知らんかったわ。これはだからあれよね、もうどんだけうまい棒の、ね、食べたかみたいなとこもありますね。違いが出ました。延期です、うん、いや延期です。ありがとうございます。まだ終わりません。まだ終わりません。以上、ニコニコ合わせましょうでした。これまであらゆるラジオ番組がやってきた企画、さらにまだどこもやっていない企画にチャレンジ、今後どんな番組イベントに出演しても動じないハートとアイデア力を鍛えます。今回のテーマはこれ、31文字で伝えましょう。わお、はい、3月16日に誕生日を迎える私高田ゆうきは何かが31になります。はい、そう、何かが31になります。去年は30でした。そこで31文字にちなんだ企画を開催します。はい、今から私がゆっきーに伝えたいお題を見て31文字で伝えます。ほう、ゆっきーが見事に当てることができたら私たちからのプレゼントを一つずつ受け取れます。あら、嬉しい、私、そして作家のおじさん、そしてディレクターのおじさん、さらにセイグラの皆さんからのプレゼントがあるので最大で4つもらえますよ。あら、最大で4つ。ちなみにですね、31文字というのは、はい、57577短歌の文字数と同じということで、ボンちゃんには短歌風にお題を伝えてもらいます。はい、例えば洗濯機というお題が出たら、洋服の汚れを落とすドラム式、引っ越す時はサイズ確認みたいな感じで高田に伝えてください。私にかかってるっていうことですね。そう、ボンちゃんの伝え力によって私は当てられるか当てられないか、プレゼントがもらえるかもらえないかが決まります。そういうことだよね。そうなんです。1年に1度頑張り時でございます。あ、頑張ります。初めての企画だけどな。一年に一度。そうですよ、毎年やってるみたいなテンションで言ってるけど、だほら、はい、11文字で11月を表しましょう以来の文字数企画、うん、別台本はありませんのでご安心ください。よかったです。よかったでございます。飛ばされなくてよかった。そうですよ、頭おかしくなっちゃうからね。はい、うん、よし、早速やっていきましょうかね。始めていきましょう。はい、じゃあお題を見て、はい、ヒントを考えていきます。お題、うん、いきますよ。あ、お願いいたします。びっくりするほど、いきなり字を超えてったけど、どう超えたよ。びっくりするほど、長くてね、キュートなお目目も可愛いね。ちょっと待って、まだある、まだシシがある、まだシシがある、まだシシがある、わかんない、もう数ではないけど、正直31は超えるでしょう。とにかく首が長いよね。おー、もうそれ七七で分かったわ。五七五何だったんだぐらいな感じでいいですか。では、はい、答えはキリンです。正解です。やっぱ結構ありますね、31文字っていうのは。最初何て言ってた。最初何て言ってた。ちょっと分からない。びっくりするほどね。うん、そうだそう、しま、びっくりするほど、なんか分かんないね。ちょっと聞き戻してもらって、皆さん何言ってたかはちょっと忘れちゃいました。ありがとうございます、はい、ということで、はい、正解しましたから、はい、あ、私から、あ、ボンちゃんから、私からの、やっぱもう8回目ですから、そんちょそこらのカップルより誕生日を祝ってますから、間違いないわ、はい、渡したことないものを渡したいと思います、うん、ありがとう、こちらでございます。あら、失礼いたします。おめでとうございます。ありがとう、なにこれ、早速開けていいですか。どうぞどうぞ開けてください。なにこれ、すごいやん、ちょっとリボンが2つも勝手にね、2つもリボンがつけてくれてます。ありがとうございます。ちょっと開かないですね、こちらが。まあでもこれ隙間から見えますわ。もしやこれ、はい、カバンですか。正解です。すごい、ちょっとね、あげたことないものをあげようと思って。あらー、これしかもちょうどいいサイズの。そうなんですよ。ちょっと
軽い色の色で、はい、これはちょなんと読むんですか。あー、わからないです。ちょっと検索してみてください。お店の名前ですね。お店の名前だよね、絶対。はい、でイタリアのコードバッグらしいので、すごい、はい、柔らかくて色もめっちゃ可愛い。うんうん、なんていうのこれは。ちょっと使ってみてください。スカイブルーよりも少しちょっと淡めというか、うんうん、色めでね、マット系の色ですかね。ありがとうございます。はい、まだまだ続きますから。あ、そう、こんな楽しい、いいんですか、こんな企画。いきますよ。ありがとうございます。頼むよ。はい、5757。はい、じゃあ次のお題いきます。はい、見ましたね、今ね。はい、ユッキーに、おいよ、あったらこれを言わなきゃね。お、あなたの顔は○○○○。おお○○○○つまり4文字なのかと今考えてしまいますが、あの、それは関係なく違う違うとか言っちゃってね。私が浮かんでたのは3文字だったので、はいはい、いや、じゃこれ言っていきましょうか、はい、レモン正解です。やっぱりね、丸は順次余りでしたね。丸字を超えてしまいました。そう、8文字ありますからね、はい、丸だってことですね。すごいね。そうでもある。ということで、はい、こちらは、あ、作家のおじさんから、ありがとうございます。あ、お茶をいただきました。すごく可愛いパッケージですよ。とってもおしゃれな、ね、パッケージですよ。クローバーの、あ、すごいよ。なんか開けたらさらにまた箱が出てくると思う、ね、さらに箱が出てくるじゃないですか。とても高級感のある箱ですよ。箱からさらに箱が出てきそうですけど、ね、うん、箱が開けられないですね、今高田さんに。全然開けられないし、このままじゃピリチから開けるんじゃないですか。どうじゃないですか。こうか、あ、あ、正解、さすがですね、ボンさん。あ、素晴らしい。で、さらに箱が出てきて、あ、おー、あ、出てきて、飲みやすい。なんと世界のお茶専門店ルピシアさんの、え、これは紅茶、日本茶、ウーロン茶、ハーブ、全部、すごい、超いいじゃん。全部嬉しい、ティーバッグがね、いただきます。お茶大好き。ちょっとした時に飲めますね。ね、大好きです。おめでとうございます。幸せ。よかったよかった、今のところゲットできてる。すごいよすごいよ。5757の全然当てはまってなくて、私何歳なんだってなってるけど、いいよ。次だ、次いきますよ。 OK。 夏にはさ、やっぱりこれを見なきゃだよね。一面に広がるあの花だよね。あ、この音あったんだ。入ってますね、カコンと。獅子落としの音がありましたけど、いい、ね、あれが入るとやっぱ自然となんかね、短歌を聞いたような気持ちに立っておりますが、はい、正解はこれだ、うん、ひまわり。正解です。分かっちゃうんだよな。やっぱ31文字って使いやすいな。31文字以上くれてるから伝わってんだけどね。あ、嬉しい。あ、うん、そしてこの、なんとディレクターのおじさんから、さんからわー、なんかずっしりですね。ずっしりでございますよ。ろろろろ、ありがとうございます。あら、いいわね、箱が出てくるんですか。箱がとってもずっしりですね、はい、ありがとうございます。なんですか、こちらは。あらららら、こちら知ってますよ。石鹸ですかね、もしかして。石鹸だったっけな。イソップですよね。いや、イソップさんのやつね。前もなんかさ、ボンちゃんね、あの、リップクリーム、ね、めちゃめちゃ使って一緒にいただいたと思うんですけど、うん、すごい瓶が2つ出てきて、あらー、もしかしてこちらハンドソープと、もしかしてこれワンちゃん用のペット用シャンプーですか。こんなのあるんだ、嬉しい。ありがとうございます。最高じゃないですか。ピソップさんってあるんだね、ペット用も、ね、ありがとう。ちょっと肌に優しい感じじゃん。ねえ、そうだね、ありがたいです。すごいですね。ねえ、うちめっちゃ家でシャンプーワンちゃんもするんで、お、買わせていただきます。ありがとうございます。いい匂いが漂っております。めっちゃいいよ。連続正解 正解だ。ラストでございます。おー、ラストだってよ。いけるのかい、はい、いきますよ、うんうん、思い出のいいよタクシー乗り場忘れない、うん、私たちの青春私たちの青春また行こうな。なんだよ。七七の七は多めに、最後の七は短めに。どういうバランスなんだよ。ごめんなさい。はい、ということで、みんなとまた一緒に行きたいです。はい、北九州。正解。いや、いや、い
やっぱりね、全問正解で最後は番組の皆さんからのはい、プレゼントでございます。嬉しいです。こちらいかがでしょうか、ね、見てください。いいですか、うん、失礼いたします。あら、堂島ロール、おー嬉しい。てれれれれれれ、なに、大阪行かれたの？大阪なんですか？大阪行かれたの、堂島ロールということは。すごいですね。ねえ、嬉しい。ねえ、そうですね。ちょっと一口いってますか？あ、本当ですか？こんな時間あります？ちょっと、うん、ね、え、あ、あります、ね、ありますか？ないですか？ないですよ、ないですよ。もちろんないですよ、はい、アウトトークでございます。やっぱあんだけオープニングを巻いても、うんね、ないですよ。ダメでしたね。あら、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。プレゼントとともに、はい、何かが31に変わった高田ゆうきさん、これからもぜひ頑張ってください。ありがとうございます。そしてシャカリちゃんもどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、はい、ということで、美しい31文字が飛び交いました、ね、ありがとうございます。以上、古今東西でした。危ない、何一つ成功しなかった気がしますけど、多分何一つ31文字じゃなかったんだよ ね、 そうですよね。どうなんだろう、なんか分かんなかった。言ってたんだ、うまいこと調整してるから可能性ある。しゃがりきちゃん第215回いかがでしたか。もう反省をねしておりました、ね、はい、今ね、はい、本当リアルタイムでどうだったか。自分はね31だったと思うんですけどね。あ、そうね、うんうん、いや、これがなんかさ、なわけないだろうって言えるほどじゃないのよ。なんかうまい調整してるような感覚があってですね、はい、どうだったんでしょうか。とにかくおめでとうと、あ、伝えることに必死した。でもプレゼントもらってもらわなきゃ意味ないからね。嬉しい、その気持ちはすっごい伝わったよ。ありがとうございます。良い31にします。はい、はい、ということで、じゃあお知らせです。あ、お知らせですね。はい、まずはじゃあボンちゃんから。じゃあ私から、はい、はい、現在放送中のダンジョン飯がですね、3月24日日曜日に新宿バルト9にて第11話から13話の一挙上映をやりたいと思います。そしてこちら私もね、登壇させていただいて、ちょっとお話もさせていただこうと思っておりますので、現在ね、リアルタイムだとチケットが販売中で、一般販売とかいろいろありますので、ぜひ公式 X の方で、とか公式サイトの方でチケットを見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、続いて高田からお知らせです。3月23日24日に行われるアニメジャパン2024、こちらですね、無職転生のトークステージ、そして戦国陽子のトークステージにそれぞれ出演いたします。なかなかこう皆さんの前で話す機会がなかった作品たちなのかなと思っているので、まあ、一人でも多くの方に魅力が伝えられたらと思っております。両日何卒よろしくお願いいたします。私も AJ そういえば出るのでよろしくお願いします。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 次回の配信は声優グランプリチャンネルで3月29日金曜日夜の9時からお届けします。そしてアフタートークも配信されますが、これは声優グランプリチャンネル有料会員のみお楽しみいただけます。会員になるとしゃかりきちゃんの過去の配信が聞き放題。次回は高田ゆうきの誕生日に近い回になります。これはもうこれはちょっとね、今回のことですよね、これはね、はい、まあ、ぜひぜひ。そのままですね。そうでしたね、うん、まあもういっぱい祝ってもらいましたのでおめでとうございます。だけどね、こうほらリスナーさんから送ってもらった今までの高田ゆうきの誕生日会とかをね、振り返ってもらったりするのもいいんじゃないでしょうか。ぜひ有料会になって聞いてみてください、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん。そして番組へのお便りお待ちしております。原寸大の大たらぼっちを作ったら部屋が狭くなってみましたみたいな、日常報告大歓迎ですか。矢野目みたいなタイトル言ってなかった。なんとかな剣みたいな。これもなんか先週読んだような気はね、あ、ありますね、ちょっとね、まあ、しますけど、まあまあまあ、まあ、決してこの回は再放送じゃありませんよ。再放送じゃないんですよ。はいはいはい、メールアドレスはちゃん @segura.com、 chan @segura.com、 はい、そしてニコニコ YouTube のリンクをシェアして他の人にシャカリキちゃんを広めてみてください、はい、広まらないとキヒョキヒョと悲しい顔をすることになります。キヒョキヒョ、今回は以上で終了となります。お相手は高田ゆうきと千本木さやかでした。ゆうき、今年の誕生日企画どうだった？とっても良かった。そして3月22日配信のシャカリキちゃんクラシックはこの回だ、第8回。